はい。いつもありがとうございます。芸術家の斎藤悟です。4月になりました。ね。4月のカレンダーの詩を読ませていただきます。千の手で弦骨作れば千の敵。千の手で握手をすれば千の友。ということですね。えー、まあ、ここの絵にはですね、千寿観音という千本の手がある観音様のね、絵を描かせていただきました。 千獣観の、なんとなく、まあ日本人だったら大体わかると思います。ね。京都とか、奈良に行くと、仏様に千本の手がね、こう生えてるわけですね。で、その千本の手も、えー、結局、千本の手があったら、あの手この手ができて、ね、いろんなことができるわけなんですけど、その千本の手で、ね、喧嘩したら千人の敵ができちゃうわけですね。でも千本の手で握手をすれば、千人のな友達とかね、仲間、関係性ができていくわけですよね。 というわけで、結局、僕たちは、あの手この手を使うんですけど、その目的が、人と戦っちゃうために使ってしまったら、どん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 、やればやるほど敵ができちゃうわけですよね。でも、まあ、仲良くしていこうっていう姿勢で生きてったら、千人の仲間ができていくわけなんです。うん。で、結局、僕たちはいろんな技術や、ね、あのー、いろんな、その、 コミュニケーション手段とかね、いろんな技や、えー、手段とか、そのノウハウとかね、あるんですけど、どうやったらそれが人と仲良くできるかって考えていくことが大事なのかなって思うんですね。ついついいろんな勉強会をすると、俺これ知ってんだぜとか、人にマウントを取ろうとしちゃうことがあるんですね。で、マウントを取ってしまうと、えー、マウントを取られた方はあんまりいい気持ちはしませんよね。 ええ、ね。まあ、それでも、あの、マウントを取られた方は、まあ、僕のおすすめは気にしないで、え、あまあ、あの、この人に気持ち良くなっていただいたんだったらよかったってね、思えばいい。取られた側は、えー、思えばいいんですけど。かといって、みんなそんな心の広い人たちばかりではありません。だからね、僕たちはいろんな技術、いろんな手段を手に入れて、やるべきことは仲良くすること。 で僕のね、こういう動画とか見てくださって、僕のね、いろんな講演会や講座、勉強会に来てくださる中でですね、僕がいつもおすすめするのは、いろんな勉強したら、その勉強を使って、家に帰ったり、友達とか、ね、えーまあ、家族とかに、あの、褒めるために使ってほしいのね。すべての学びは人を褒めるためにあると僕は思っていますで。人と仲良くするためにある。 こういう勉強したんだ。俺知ってるんだぜって威張ってしまったら、なんか仲良くなれないですし。ね。結構ね、あの、いろんな勉強会に行く、まあ、あのね、主婦の方の中でちょっとあるあるなんですけど、ね。例えば、感謝をしたらいいよって勉強会に行った人が、ね、家に帰ったら、ね、旦那さんに対して、感謝した方がいいわよ。あなたありがとうって言いなさいよって言って、これね、 結局、いい勉強してありがとうって言った方がいいよって感謝の勉強したから、じゃあ旦那さんにこれいい内容だからと思って伝えてしまうと、否定して命令している形になるんだよね。あ、あなたいつもありがとう言ってないから、今日いい勉強してきたから、あなたありがとうって言いなさいってこれ、否定して命令しているだけなんですよ。そうすると旦那さん側からすると、奥さんが勉強行けば行くほど、否定されて命令するという因果関係が始まっちゃう。因果関係ってそういうなんか、仕組みになっちゃうんですね。 で、ね、そうではなくて、えー、例えば奥様が、えー、いい勉強したならば、ああ、今日感謝をしたらいいって勉強した。ね、ああ、明日は旦那さんがね、ご飯食べるときにいただきますとかごちそうさまを言ってたら、ああなたはご飯に感謝できる人なんだね。あなたみたいな人が人として素晴らしいってことを勉強してきたんだよ。あなたの素晴らしさが分かったんだよって言ってあげたら、旦那さんからしたら、お前いい,い勉強してきたなってなるんですね。で、ね、これ、あの、友人知人でも、 あの、こうやったらいいよ、ああやったらいいよって、良かれと思って、おせっかいで、命令しちゃうときはね、自分では本当に良かれと思って、愛の気持ちを持ってやってても、あなたここダメだからこうしなさいよって、これ否定して命令してるんですよ。で、そうじゃなくて、こういう勉強してきて、分かったことは、あなた、ね、ありがとうってたまに言ってるよね。あなたみたいな人が素晴らしいんだよって、ね、 あの、10日に1回しかありがとう言わない人であったとしてもね、その相手がね、10日に1回しかありがとう言わない相手だったとしても、その1回を見逃さず、この前勉強してきたんだけどさ、ありがとうって言うといいらしいんだけど、あなた言ったよね、さすがって言えばいいの。<laughs> ね。<laughs> っていうふうに、いろんな手段、いろんな方法ね、いろんな絵を学んできたりね、あの、絵の描き方もそう、そうやって、いろんな、まあ、あの、料理もそう、いろんなね、あの、心の勉強もそうなんだけど、いろんなことを通して、 人を褒めたり、人と仲良くするために使うんだってね。料理を勉強してきたら、いや、ね、あなた、ね、いつも頑張ってるから、あなたにこれ食べてもらいたくて勉強したんだってね、仲良くなるために使う。ね。あのー、そういうふうに、えー、自分の手法、まさに手法、手ですね。その手をどういうふうに使うか。 ね、仲良くするために使うんだってね、意識すると、またさらにいい人生になっていくと思います。ね、えー、4月もね、皆様にとっていい月でありますように、斉藤悟でした。